本日はこの目力強めなネギがナイトちゃんでランクバトルの方へ潜っていきたいと思います。よろしくお願いします。その後あんなことになってしまうなんて。はい、対戦よろしくお願いします。ということで、どうもみさん、こんにちは、しろです。本日はこのネギがナイトちゃんを使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、これ大陽道から下3匹、大陽道からナットレイまでのこの3匹ネギがナイトに見れるんじゃないかな。で、多分ね、この中のドイツか1匹が背負ってくんじゃないかなっていう読みで、1体目ネギがナイト連れてって、あのね、ジャラランガとかも来そうなんだけどね。そうだな、あとはまあシンプルにロトム刺さってるなっていうのと、あと1体はドリューズとかでいいかな。もしミミキが来ても対処できるし、なんだっけ、一番上のクワガノンちゃんが来ても、まあ多分おそらく対処できるでしょうということで、こんな感じでいきましょうか。対戦よろしくお願いいたします。さあ、ということで、あ、じゃあジャラライナから来た。ちょっと待ってよ、3体俺さ、その最初にさ出てくるポケモンさピックしてあれしてたのにさ。ちなみにちょっとね、無言の時間がもしかしたら編集上あったかもしれないけど、あれなんだよね、あ、これけどさ、初手台増してもいいかな、正直。なんかさ、ネギがないとってさ、あ、ちなみにその無言があった時間は、録画ボタン押してなかったからですね、その影響でおそらく無言の時間がちょっとあったかもしれないですけど、これ、ネギがないとの素早さがさ、65って割と微妙でさ、これさ、相手がもし、多分、なんか積み技してくるか、なんか打ってくるか、だと思うんだけど、これさ、初手ダイジェット行くわ。うん、ちょっと攻めましょうか、今回は。ジャラランが引っ込めるか、何してくるんだろう。まあ、ちょっと引っ込め読みとかも考えた方が良かったかもしれない。ナットか、じゃあ大魔しなくても良かったかもしれない、もしかしたら。ダイマックスはな、ちょっとこれけど悪手だったな。ちょっとね、気持ちよくなっちゃったね、ダイ、あのネギがないと使ってね。で、今回の、まあ、捨て振りは、まあ、概要欄とかにも貼ってると思うんですけど、まあね、素早さがね、種族値65だからさ、結構微妙なんだよね、このキリッとしたお目目とネギの。なんか、ね、絶対けどさ、ネギってさ、人を切れないよな、あれで。人を切り殺せると思ってるあたりネギがないとの強い意志を感じられるけど、どんなもんだ。あー、いいんじゃない、その火力。で、位置積みすれば、これにより素早さが212とか捨て振ってるから、これによってね、どの辺まで抜けたかな、100族、リザードンとかまでなら抜けるかな。そう、あのね、ササンドラ抜きぐらいまでで設定してもよかったんだけど、これな、どうしよっかな、相手が身であるならば、ダイナックルしてもいいな。まあ、2段階積めばドラパルトまで確か抜けるはずだったんだけど、まあ、相手ドラパルトいないし、それに匹敵するほど速いやつも、まあ、おそらくいないでしょうということで、これはまあダイナックルを積みつつっていう感じでいこうか。だから怖い、こうなると怖いのは、守るか。いや、まあまあまあけど、こうなると怖いのはな、相手のダイマックスをどうやって回避するかなんだけど、まあけど、ここは一旦ダイナックル打ちつつ、そうだね、まあまあまあけど、こんなもんでしょう、守るが入ってるから。でね、このね、ネギがないとね、まあみんなね、もうね、結構ポケモンたって言うても、もう半年とか経っちゃってるから忘れてるかもしんないけど、まあこれは、まあ、ダイナックル安定かな。そう、忘れちゃってるかもしんないけど、ナットル引っ込めるんだ。これ、ジャラランガにしてくんのかな。ガルド、あ、これもしかしたらあれかもね。けどこれ下手したら飛ばすぞ、ガルド。どんだろう。これでダイマックス3ターン目。タスキかな、あ、タスキじゃない。オッケー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 。後付けの城なんですけど、本来この場面ね、ゴーストタイプが入っているギルガルドに格闘技であるダイナックル、まああとはノーマル技とかは本来効かないんですけど、無効化されちゃうんですけど、このネギがないとは、あの隠れ特性の肝っ玉なんで、あのゴーストタイプなんてお構いなしに、あの格闘とノーマル技が通るんですよ。普通に当たっちゃうんですね。で、しかもギルガルドは鋼タイプ持ってるんで、格闘技のダイナックルが抜群で入ってしまうと。だからお相手はダイナックルを透かそうとして、ダイマタンを枯らそうと思ってギルガルドに引いたんでしょうけど、そこにまあ綺麗に肝っ玉が刺さって、まあ命中してギルガルドをワンパンできたっていう形ですね、ここね。はい。あ、しかも急所当たってくれる。あ、そうだ、これ、そう、紹介するの忘れてた。このネギがないと、今回、あの、長ネギ持たせてて、そう、やっぱネギがないとといえば、専用道具の長ネギでしょうということで、長ネギ持たせてて、この長ネギを持たせてることによって、2分の1の確率で急所に当たるっていうことなんで、これ、ジャラランが、ただな、これな、A 種族値が135とかなり高めのネギがないとで、1段階積んでるから、まあ、S 種族値が65とはいえ、OK!対戦よろしくお願いします。おいな、結構なネギがないとか刺さってんだけど、怖いのがね、エースバンをどうやって止めようかなっていうのがあってさ、で、初手エースバン来そうな気がしてて、って考えたらドリューズから入った方がいいのかな。ドリューズネギがないとで、まあ、最悪ドリューズでエースバンを仕留めれなかった場合もネギがないとで、処理して残り1体ラプラスっていう感じかなっていう感じでいきましょうか。対戦よろしくお願いいたします。
やけどね、ヒトムとかもね、欲しかったな。なんか、相手3体でいいけど、俺だけ4体選出できるようになんねえかな。よろしくお願いいたします。いやけどね、ネギがないとね、なんかやっぱね、全体的にもうちょっとだけ数値をね、上げてくれれば、最強ポケモンだったんだろうなと思ったんだけど、ナットレイから来んのか。ナットレイから来るならさ、これさ、ネギがないとでよかったんだな。まあけど、ネギがないと引くか、これは素直に。ドリューズでやっててもっていう感じじゃないかな。いやー、角ドリルして、これマジで角ドリルしていいけど、ドリューズをちょっと大切に取っときてーなー。とりあえず頼んだネギがないと。ちなみにゴージャスボール入れてますね。最初ね、ステロかー。ステロめんどくせえなー、マジで。まあ、ステロされる気はしてたけどなー。まあけど、まあ実質無償降臨と言っても過言だけど、ここはいいファイトでいいかな。ただこれね、まあ普通にネギがないと格闘単タイプだから相手引いてきそうな気もするんだけど、まあけどどうだろうな。まあ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 大抵のやつは来てもいいんじゃないでしょうか。圧倒的火力でねじ伏せれば問題はない。さあインファイト。さあけどどんなもん入るか。うっ、すげえ、すげえ。さすが超火力ネギがないとだな。急所、急所じゃなくこのダメージか。じゃあ強いわこれ。急所当ててればあれだね、確定一発だったね。ネギがないとしかも宿り気当たらぬ。まあこれね、後ろに引かれてもいいようにこれ畑落としとこうか。オッケーオッケー。ネギがないと畑落としてナットレイ撃破。でもそこ急所いらないんだな。鉄の時がちょっと痛いけどね。まあ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 、ナットレイを突破できたのは結構美味しいんじゃないか。いやな、角ドリルで1匹でね、倒してくれればオッカの実だったか。オッケーオッケー。ちなみにね、この逃げないとね、カビゴンをね、一撃でできれば倒したかったんだけど、ハチマキとかを任せれば、ね、カビゴンを確定で一発で殺せるんだけど、エースブアーンがブアチコリときましたね。やけどこれね、残念なことにね、エースバーをね、相手こっち抜けないんだよね。だから、で、おそらく、109でね、相手の体力を耐えもしないと思うんで、ここはフェイントして、エースバーンの体力削って退場して、で、裏のラプラス引きかな。ドリューズでもいいんだけど、あ、けど割かしいいダメージ。いいね、急所。2分の1急所はこんなに入るか。火炎ボール。もう火炎ボールさ、命中不一致技にしてくれん。これさ、マジで火力高くてさ、いつも私困ってるんですよ。ちょっとさ、消費者センターにさ、電話するわ。さあ、ここラプラス出しといて、まあ、ダイマックスかな。初手、岩に食い込んで、戦慄打ってプラスで2発耐えるかなって考えると、ちょっと怖いんだよね。で、相手はおそらくダイマ切らない。ダイマ切ってこないね、こっちが早く来たってことは。まあ、どう考えても、ラプラスがあいつの上を取ってることはないから、エースバーの上を取ってることはないから、ここはおそらく、タイマーないだろうけど、いやけど怖いなぁ。ネギがないとネギがないとじゃねえわ。ドリューズのタスキも潰されたし、ちょっとエースバーンの対策を考えないとね、本当に頭が狂いそうになる。まあまあいい火力入るんだよね。そうなんだよ。火炎ボールが本当に困るね。しかもエースバーンって割かし多いんだよね。インテリオンはさ、全然見ない。ゴリランダーはさ、まあ極まれに見る。けどさ、エースバーンはマジで多いんだよな。まあ、強えからしゃあない。素早さが、確かこいつさ、119とかさ、あったじゃん。まあ、尊上そこからのポケモンじゃ、まあ抜けないのよ。俺もドラパルトをついに使うしかないのか。ここは突撃っすか。いや、弱点保険持ってそうな気もするけどな。今時、キッス弱点保険持ってる個体、そんなにいない気もするんだよね。いやけど、まあ、一周回っていいのかな、わかんない。まあ、けどここは、戦慄安定じゃないですかね。で、おそらく、いや、向こうよりかは遅いだろうな。ここ耐えてくれれば嬉しいんだけど。で、あとは、もし運よく戦慄を張れたとするならば、くそ、この悪魔の微笑みはキスけど、なんか、お、こっちの方が早いんだ。あ、結構、S 咲いてる感じなのかな。まあ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 。いや、硬いね、さすがに。で、これで、あれをするじゃろ。頼む。弱点保険じゃありませんように。なんか、もう間違えて何も持たせてるな、お前。頼む、頼む。あーい。で、トゲキッスの素早さが上がっていくんだよね。そうなんだよ。で、いやけど戦慄連打かな、これは。なんかボール、まあまあけどそれが安定タクが相手、ここでな、急所当たってくれればとか思ったっちゃけどな。まあ無理よな。いやこれきついな、どうしようかな。いやこれさ、ドリューズ捨てようかなとか思ったんだけどさ、ワンチャンさ、これさ、ラプラス、まあ言うてこのラプラス最速なんだけど、あー、まあダメだ、ジェット2回積まれちゃ多分どう頑張っても抜けれない。いやドリューズでさ、ワンチャンさ、相手のさ、そのキスをさ抜けねえかなとか思ったんだけど、多分素早さ2段階上げられてたら無理だな。1段階上昇までならさ、もしかしたら奇跡でさあれするかもしれないけど、わあ、ここでステロが刺さるね。
ここでなー、まああれだけど、このステロを巻かれないためにはあれだったからね、俺があれでなんだっけ、一旦目で角ドリルを決めてナットリーをぶっ殺すしか道はなかったからね。ここを耐えてくれると信じないといけないけど、まあけど壁あって雨降ってるからダイモンズ一発くらいなら耐えてくれるんじゃねえかなっていう淡い期待があるんだけど、で最悪こっちが早く動いてくれればもっと嬉しい。頼む。まあ向こうの方が早い。エアスラ外す、あるぞ全然。ドリズアイアンヘッド、さあ運ゲーにも勝っていけ。大佐ありがとうございました。無効化されるやついねえからインファイト、どんなも入る。強いね、さすがだわ。あ、ただまあこれはタスキがあるな。急所に当たる、さすがの長ネギで2分の1急所。